はい、毎日学習会の林です。工学者のもこです。よろしくお願いします。まあ、結構その慶応のあれですね、総合政策の、まあ2015から、まあ、2016、17、18ぐらいまでかな、割とこうその統計系というか、あの統計を具体的にどういうふうに処理してやっていこうかみたいな問題が多かったと思うんですけれども、ちょっと統計系の問題とかを出すときにどういうふうなところを気をつけるべきかっていうことを軽くできればなと思います。で、なんかこう統計の問題処理とかっていうのは、まあ、まこさんの時も結構本当に一番出てくる可能性が高いよっていうことで一生懸命一緒に練習したかなとは思うんですけど、こう統計の処理をするときにこう自分なりにどういうところに気をつけたとかなんかあります？まあ、統計っていうところで言うと、例えば基本的にはそのやっぱり割合で見るっていうことがすごく多くって、例えば学習塾とかでもよくあるのが、なんかその合格率 100% みたいな感じで、合格率ナンバーワンみたいな感じでこうあの出す塾とかって結構あるんですけど、あれも例えばその分母を本気で目指した人とかにして、それであのその本気で目指した人って何かと後で作るんですよ。あの合格発表が終わった後に作って、で本気で目指した人分の合格者とか、そういう形でやるともう 100% になりますよね。だって後から受かった人が本気に目指したんだっていう風に言っちゃえば、それは全然あのやっぱり合格をする可能性っていうのは出てくるわけじゃないですか。っていう風な形で見ていくと、やっぱり非常にこうその問題があるわけですよね。だからその本気で目指した人って、まあそれは後から言えばいくらでもその本気で目指したからなんだとか、そういう話っていうのはやっぱり言えるわけだから、そういうところをどういうふうに見ていくかっていうのは考え方としてすごい大事なところで、それができないとちょっとあの難しいですよね。だからちょっとその本当にそういうやり方が正しいのかどうかとかっていうのはやっぱり常々こう考えていかなきゃいけないしとか、あの他にも多分いろいろこうそういうふうに言える部分ってやっぱりあると思うんですよ。こう統計の、だから例えばよくあるのが、あの待機児童とかもそうなんですけど、その横浜は待機児童がゼロみたいな話をする人は結構いるんですよね。で、横浜市長とかも実際待機児童ゼロになりましたとかって言って宣言してるんですけど、あれも結局そのなんて言うんだろう、本気でその幼稚園に入りたい人分の幼稚園で入った人みたいな、そんな感じなんですよ、統計の解き方としては。で、それって多分その分母の部分いくらでも調整できちゃいますよね。だからそういう風にするとやっぱりそれは正しいこう統計の取り方かっていうと、必ずしもそうは言えなかったりするっていう部分はあったりすると思います。あと、まこさんなんか個人的に自分なりになんかこうその統計とか考える上で結構注意してるものってありますか？いや、特になんか特にない。確か例えばさ、その犯罪者の 100% は水を飲んでるみたいな話があるじゃないですか。そうそうそう、ね、犯罪者の 100% は水を飲んでますよね、はい、ただ別に犯罪者じゃない人も水を飲んでるじゃないですか。で、そういうその対象実験って言うんですけど、それは犯罪者に特有の性質なのかどうかみたいなのを、あのかなり無視した形でその取られてる統計とかっていうのは、まあ正直言ったら嘘の可能性が非常に高いんですよね。なので、あのそこの部分に関して本当にそういうことが言えるのかどうかとかっていうのは、まあ、あの常々考えていくべきこととしてあって、そういうことが言えないとちょっと結構こう話としてきついっていうところがあったりするんで、まあ、そういうところを見ていくっていうのはあの非常に大事だったりはします。因果関係と相関関係とか、相関はあっても因果がないとか、そういう話っていうのはすごくあるんで、あのそういうところですよね。あのそれは本当にその犯罪者にだけ言えることなのかとか、あるいは犯罪者にだけ言えることだったとしても、 A と B っていうのは相関はあるけど因果があるかどうかとか、そういうところを考えていかないと、結構この統計の問題っていうのはやっぱり非常に難しいので、ちょっとそういうところに関してはまた考えてみていただければなと思います。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。毎日学習会では10日間無料体験、10日間無料相談、10日間無料添削を行っております。ぜひあの下の概要欄の LINE アットからお問い合わせいただければなと思いますので、 LINE どうぞよろしくお願いいたします。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。毎日学習会見ていただいてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。